レジュリスは、フランス、イルド・フランス地域圏、エソンヌ県のコミューン。25歳以下の若年層が、人口の約38%を占める若いコミューンである。パリ南西、約23マイルに位置する。県北西部、ウルポワ地方のイベット・川谷に属する。コミューンは、U の字型をしており、幅は約2キロメートル、長さは3マイルほどである。 面積の約65%が都市区域で農村区域はわずか16%しかなく、そのほとんどを公園と庭園が占めている。コミューンの名は14世紀の古いフィーフ、リーズに由来する。古フランス語では燃やすことを意味するアスラーとなり、野焼きで清められたことを言う。レジュリスのある高地はかつて森で、中世にはすべて工作地となっていた。三つの古い農園の名が、 コミューンの象徴的な地区の名となった。東のクールタブフ、中心のモンドトゥール、西のモンジェである。1977年のレジュリス市外化優先地区で、ジュリス北公園と高層ビル近郊のコミューン、ビルジュストで1977年に発掘された道具から、青銅器時代より人が定住していたことがわかっている。ガロローマ時代には、 クールタブフの広大な高地にビルダルスティカがあった。地主のユスローの名にちなみ、ユーリスという地名が派生した。リーの名が初めて登場するのは、1382年に編纂された財産目録においてである。1767年、レ・ジュリスはオル・セイ・ハク・ピエールの領地だった。クールタブフ高地は、レザル・ド・パリに入る前の牛の宿場だった。 1867年、現在のコミューン西部を横断する総船が開通した。1927年には、コミューン北部をパリシャルトル船が通っていた。グランビビエ農園は1000栄館ある重要な土地で、牛や羊を飼育し、小麦、ジャガイモ、イチゴ、天才を栽培していた。農園にある上流所では、アルコール飲料が生産されていた。1952年、作例に、 フランス原子力庁民生科学センターが置かれ、1955年にはフレデリック・ジョリオ・オキュリーの申し出によってパリ第11大学オール制キャンパスが置かれた。1960年にはクールタブフにビジネスセンター設置が決定した。イベット・カワタニの急速な発展によって、1960年に ビュルシュルイベット、オルセイのニコミューンにまたがる265ヘクタールの土地が市街化優先地区に指定された。当時のクールダブフ、モンドトゥール、モンジェ、グラン・ビビエはまだ農村だった。1966年、ルコルビュジエの教えに習った設計で新都市のインフラが完成した。大型ショッピングモール、ウリスニア、多くの近代建築の集合住宅群が建てられた。 1976年3月、ビュルシュルイベット・オルセイで住民投票が行われ、ニコミューンにまたがれれ、ジュリス地区が分離し、コミューンとなる是非を問うた。住民の賛成を受け、1977年2月、新たなコミューン、レ・ジュリスが誕生した。戦後の経済復興期後半に、会社幹部や研究者のため建てられた建物には、最終的に労働者が移り住み、 建物の老朽化がひどくなった1990年代、社会、治安問題が原因で貧困に苛まれるようになった。1982年に人口が2万8000人を超えたが、社会問題が表面化するにつれ減少に転じ、以後20年間減ってきている。移民の人口はコミューンにとって相対的に重要で、1999年の調査時には外国人人口が コミューン人口の約14%を占めていた。ジェンタイル SURLESITEHABITANTS.FR カンサルトル 05-04-2009D パーティションデラポピュレーションパールナッシュナライズシュールルサイトデールインセ性カンサルトル13-04-2009ありがとうございます。